皆さんどうもピーマンです。今回俺と巨人の143日物語実況20回目になります。20回目突入ですよ。今回は4月の18日阪神3連戦の2戦目をプレイしていきますよ。1戦目をまず勝利で飾ることができて、そして現在2連勝、今日の試合勝つと、まあ、前回からずっと言ってるですね、このカードを今負け越してきてるんだよね、この阪神戦からずっと。だからその負け越しカードをこの阪神戦で止めることができますので、今日の試合必ずや勝っていきましょう。今回のプレイ方法はですね、失点のピンチになると私ピーマンが監督プレイで操作していきたいと思いますのでね、指示を出し完璧に相手打線を抑えていきたいと思います。さて今日のベストオーダーはどうしようかな。亀井が調子悪いな。今日の先発は宇都宮だね。ちょっと亀井が調子悪いので代わりに誰入れようかな。太田、いやいやでもまともな堂上いいかもしれん。行こう、堂上突入注入だ。そして今日は何番にしようかな。今日はアンダーソン3番で井端を立岡2番で堂上7番で OK。 よし、今日はこの打順でやっていこうよ。立岡ちょっと疲労が溜まってるけどね。ほんで今日の投手は宇都宮はここまで11回3分の1を投げて防御率は 3.97、 あまりよろしくないようですけど、まあ、今日抑えてくれることを祈りましょう。じゃあこのカード必ず勝ち越すからね。俺は監督プレイで今回は操作になりますので、完璧な指示を出し宇都宮を勝利に、巨人をね勝利に導きましょう。導くんです。負けちゃダメな試合が今現在ここにあるんですよ。そうなんです。ヒルナンデス行くんです。完璧にエルナンデス。もう意味がわからない自分で言っててももう全く意味がわからない。どこか遠くに消えちゃったね。どこ目指してたんだろうね。なんだエルナンデスって、そもそもヒルナンデスってなんだこれ気に入ってるんだよねこのワード。さて来たよ。今日は晴れてるね。いいことが起きそう、いや悪いことが起きそうな感じもするけどね、どっちに転がるか。さて岩本、成績自体はクソだがわからんぞ。今日に限っていいピッチングしそうだからさ。さていきなり長野、立岡はオーファーボール、いい、アンちゃんいけ、アンちゃんいけ、イエース、ツーランカモン、ナイスアンダーソン、先制のツーランホームラン。これ宇都宮頑張らないとダメだぞ。今日は失点のピンチで登板していくからね、監督プレイで指示出していきますから。いきなり西岡にヒットで鳥谷にツーベースで1点、何しとんねん宇都宮。これダメ宇都宮ですわ、クソ罪ですわ。うわ、五感悪い。いやいや、何しとんねん。とりあえず変化球主体でいこうよ。ここで抑えれるか？よし。初球ストライク。いいね、ツーストライク。また変化球主体でいこう。イエス！イエス！ゴメス抑えた！ナイス！ここでよく抑えてくれた。さて、福留さんだ。ちょっと一球内角中心で、内角にボールを集めていく感じでやっていこうよ。宇都宮頼むよ。よし、入ってるね。で、ここは変化球主体に切り替えよう。内角じゃなくてもいい。もう一球行こう。ストライク入らない。勝負していけ、勝負していけ。ストライクゾーン、球入れようぜ。この打球は？よし、セカンド、立岡取って。アイアウト、いただきました。ただ、この回1点ですね。アンダーソンのホームラン打った後に点取られるというのは非常にイメージが悪いわ。先制点取ってくれたのね。さて、村田はどうだ？見逃し三振、いつも通りだね。村田はいつも通り。お前もかい、堂上。今日は亀井の代わりに入れたけど失敗かもしれんね。2打席目打てんかったらちょっと別のバッター代打送ろう。近所あたりね、ええ、近所あたりすぐ変えますから僕は。即戦力じゃないやつはいらんからね。よし、宇都宮2回は完璧に抑えたね。さて3回の攻撃、宇都宮ヒット、お、こらいいぞ。長野、はい、送りバント。長野に送りバント行くか。よしよし、チャンス、アンダーソン、アンダーソン、イエス、アンダーソン今日3打点大活躍。うわー、高橋ここで打てない。阿部はどうだ。イエス、4点目、はい、勝負は決まったね。村田チャンスだぞ。もうチャンスでお手本のように凡退するというね、子供たち見せてあげたいわ。こんな大人になっちゃダメだよと。チャンスで打てるやつになりなさいと。得点圏での村田というのは本当に信用がない、信頼がないね。さてこれピンチ招いたね。わー、2アウトランナー1塁3塁でゴメスとかも地獄でしょう。ここで宇都宮一つターニングポイントになってくる場所だよね。変化球主体だ。わー、ここで、ここが勝負だ。使ってきたか。まずいな。絶対分かってないでしょう。
ゴメスうなずいてるけど絶対分かってないと思うよ。これ切り替えれないね。うわー、三塁線抜けてツーベース。いや、もしくツーベースか、ツーベースだね。あ、シングルか、シングルだ。2点目が入ったね。まあ、しゃあない。ここで勝負だを使ってきたからね。初球打ってくるとは思わんかった。ここは変化球主体だ。レベル8と強いね。行こうよ。今日の福留さん調子悪いからね、バンバンストライク入れていこうぜ。急にどうした？スリーボール、ボール先行じゃないが、どうすんの？どういう落とし方をするの？オッケー、よし、行こう行こう、勝負していけ、いけるいける、もう一球。なんでそこで大きく外すのよ。ここでマートンか。打率自体はまだ2割7分5と低い。今季のマートンはあまり打ててないよね。ただ最近になって打ててきだしたかな。この打球は三遊間、強烈な打球で3点目。俺の中の内海の信頼度がだんだん下がっていくね。ひどいな。頼むから抑えてくれ、ヤマトだぞ。逆転同点はあかんからね、頼むよ。変化球したい、変化球したい。よし、勝負していけ、勝負でいい、どんどん行こう。よし、今日は絶不調だからね、ヤマト。十分抑えれる。よし、三振いただきました。このピンチは完璧に抑えてくれたね。完璧ではないけど。ただ4対3、3、1点差。どの上ヒット、いいね、どの上よく打ったよ。これが今季初ヒットになるんじゃないか。いいね、いいね、カム、もっとカム、もっとウェルカム、もっとウェルカム、もっとウェルカム、チョノ、チョノ、デッドボール。何しとんねん、お前、チョノ何やってくれとんねん。はい、6点目、サードゴロの間入ったね、アンダーソン。おー、ファーボール、高橋かも、高橋かも。はぁ、高橋美濃さん、最近の高橋というのは打ててないんだよね。見てくださってる方はお分かりかもしれませんけど、ちょっと高橋もうそろそろ変えた方がいいかもしれない。休憩というのは必要だね。よしよし、分かりました。これはちょっと高橋変えようかな。次打てなければ今日ちょっと変えたいと思いますのでね。阿部ホームラン来たー。そろそろそろですよ。いいね、今日は援護日和。ほんと内海は今日打線に感謝しなさいよ。感謝しなさい、拝みなさい、お願いしなさい。さて5回のマウンド、この回を抑えると勝利投手の権利を得るね。あー、惜しいね。さて5回までの内海の投球内容を見ていこうか。内海は82球。うん、これは6回だね。よしよし、わかったわかった。あ、6回投げて変えます。うん、で長野はヒット、ほんで立岡くん、おお、盗塁成功、素晴らしいじゃない。1点入ったかな、これシングルで1点入るぞ。ミノさん、よくミノさんするね。アンダーソンはセカンドゴロ。まあでも今日のアンダーソンも神ですから、神ダーソンですね。言いにくい言いにくいね、神ダーソンって。うわ、エラーか今。うわー、ピンチ来たよ。ワンアウトランナー2塁1塁。ちょっと今センター長野がエラーしたっぽいね。さーて頼む、ここで抑えてくれ。ここが勝負だ、使っていこう。一つのターニングポイントになるぞ。ここでちょっと失点するようなのはいらないからね。内海頼むよ、坂を抑えろ、代打をね。よし、ゲッツー欲しいとこだけどね。よし、ワンツー、三振、素晴らしい。そして上本、今日は3打数2打数の0安打の1個のファーボールを選ばれてるね。頼むよ、ここで上本のソロホースリーランとかやめてよ。一気に1点差になるよ。怖いんだな、勝負していけ。よし、ここで変化球主体に切り替えよう。変化球で三振取ろうよ。おい、どうだ、ちょ、いかん、勝負していけ、ボールはあかん。よし、ここは三振、ナイス、よく抑えた内海、お疲れ様。今日は6回3失点。ただ俺の中での印象というのはちょっと低いかな。やっぱあの点取った後に点取られるっていうのが多いんだよな。さてさてさてと、高橋行こう。高橋どうだ、うん、ショートフライ、セカンドフライ、アウト。また高橋打てなかったね。村田は、見逃し三振。よし、ここで守備固め&投手変えていきましょう。まず守備はね、ここに、誰送ろうかな。誰、守備固め、近所いいね、近所送ろうか。近所ライト守備固めに送って、アンダーソンも変えていかないとね。アンダーソンのとこに太田を入れようかな、レフト。うん、レフト太田、高橋はもう引き続き使っていきましょう。でキャッチャーに小林行こう。うん、阿部の疲労がちょっと溜まってきてるんでね。で立岡も変えて寺内をセカンド入れましょう。疲労がちょっと溜まりすぎてるね。よしよし、これで OK ね。ほんでリリーフです、リリーフ。内海お疲れ様、よく抑えてくれたね。ここでマッソン投入といきましょう。マッソン投入、山口、沢村だね。4点ありますけど。
よし。ああ、鳥谷ヒット。どうだ。ああ、ファーボール。マッソン何してんの、マッソン何やらかしてんの。ここで抑えてくれよ。もう勝負していけ。福留さんゴリゴリでいこうよ。今日の福留さん調子悪いからね。ストレート勝負で十分抑えれるぞ。この打球は、あいげつげつげつ、カマ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 、あいげついただきました。素晴らしいね、マッソン。いいとこでゲッツーを取ってくれるからね、マッソンは。いいね、素晴らしい神ピッチング、まあ、ピンチを招いてくれなければもっといいんだけど。金城ホームラン、ナイス。今季1号目になるね。素晴らしい、よく打ってくれた。さてここで代打行こう。代打バッター、中井行きましょう。中井突入、注入、アウチ、アウト。で長野は、おーヒット。寺内は、おータイムリーヒット、いいね。太田は、あ、残念、ここは打てない。いや、そこ続こうぜ太田。で次山口行こうか。はい、絶好調の山口投入で、最後沢村だね。山口は、はい、マート押さえて、ほんで山と押さえて、はい、山と押さえて、はい、鶴岡も押さえて、あ、おどうした、鶴岡も押さえて、どうしたんだい、大丈夫かい、怪我か、急にどうした、体調不良か。よし、しかしここはよく押さえてくれたね。はいはいはい。で高橋今日打ってくれ、頼む。うー、ダメだな。次ちょっと高橋、明日の実況ちょっとスタメン外しますわ。あまりに打ててないんでね、調子がちょっと下がってきてる。近所アウト。よっしゃ、じゃあ最後沢村突入、注入ね。これで終わり。はいはいはい、今日はもう試合決まりましたよ。おさえ守護神沢村でございます。上本ヒット。あい、わっ、どうした急に、急にどうした。西岡三振、いいね。鳥谷は、おー、ショートゴロ。でコメンス抑えて、ゲームセット。来ました。これで阪神戦勝ち越し決定ですね。4カード連続で負け越してきたんですが、このカード勝ち。負け越しを4カードで止めましたね。5カードとはならなかったよ。イエス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 。これで3連勝ですね。チームは勢いに乗ってる。今日のアンダーソンは素晴らしいよ。さて今日の打撃内容は、長野3の2、1個のフォアボール、1盗塁、そして1個のエラーが記録されてるね。立岡3の1に1打点、素晴らしいだよ。素晴らしいだよっておかしいね。寺内も代打でよく打ってくれたね。アンダーソン3の2の1の、ホームラン1本の3打点の大活躍。太田はノーヒット。高橋もノーヒット。ちょっとスタメン外しますね、明日は。で、阿部が4の2の1本のホームランに2打点。村田5の0。お前も変えようかな。で、どの上3の1だね。よく打ってくれました。金城が2の1のソロホームラン。今季1号。で、井端も4の1で1打点。素晴らしいね。で、投球内容。内海は6回投げて、打者28人に対して、球数は102球。で、被安打6安打、三振8、与えたフォアボール、四死球が3、失点3、自責3で、防御率は4.15。今季何勝目かな ?1 勝目かな、勝利を挙げましたね。その後の後続のピッチャーも、ちょっとピンチを招きながらも抑えてくれましたね。うん、内海1勝目だね。合ってる合ってる合ってる。はぁ、なんとか勝てた試合ですけどね。今日はアンダーソンが神ダーソンでしたからね。もう神やないかっていう。お前アンダーソンちゃう、神やないかっていうね。素晴らしいピッチングをしてくれました。チームは今勢いに乗ってますね。この勢いがどこまで続くのか非常に見物でございます。OK、じゃあ明日の実況では阪神3連戦の3戦目をプレイしていきます。当然勝利していきたいと思いますのでね。また次回お楽しみに。じゃあグッバイ、また会いましょう。